トルコ製ドローン TB2 バイラクタルの性能に、世界が注目している今、費用対効果のいい新型兵器が、次々とウクライナに支援されています。案内役のアミカです。今回は、ウクライナ戦争で使用されている、バイラクタル TB2 を詳しく見ていきます。ロシア装甲車を壊滅させる性能は、世界が知ることとなったきっかけです。世界の大多数の政治、軍事専門家の予想に反して、ウクライナへのロシア軍の軍事侵攻、ウクライナ戦争は、2022年2月24日に開始されてしまったが、その後の戦局も、また、事前の予想を裏切り、ウクライナ軍の前線が伝えられている。3月下旬になり、侵攻から1ヶ月が経過する中でも、このウクライナ戦争を、ロシアでは、特別軍事作戦と呼び、プーチン大統領をはじめとする、ロシアの現政権は、侵攻当初からのプロパガンダを押し通そうと、躍起になっている。すでに、開戦時に、ロシアが想定していたはずの短期間でのウクライナ全土の制圧が失敗していることは明白であり、報道を見聞きする限りでは、首都のキエフ、ウクライナ名、キーフ等一部地域では、ウクライナ側が、反攻に転じているようにも感じられる。そうした自軍に、不利な戦況を察してか、ここ最近では、ロシア軍は、東部のドンバス地方に、戦力を集中させて、その解放を謳い、かつ、ウクライナ軍の弱体化を目標としていると主張、達成可能な切り替えたとの見方も出ているが、まだまだ楽観視は、できそうにない。今回のウクライナ戦争でも、今や、一般人が、スマートフォン等で、容易に動画を撮影できる時代であることを反映して、実に、数多くの、動画や写真が、インターネット上に溢れており、その個別の内容が何を意味するのかの判断は難しい。ロシア側かウクライナ側かを問わず、そうした、動画や写真貼付する側に、都合の、いい説明や解釈が行われることが常態化しているためであり、そこに紛れているで、あろうフェイク情報を識別するのは、素人では、ますます困難になっている。3月24日には、ベルジャンスク港に停泊していたとされるロシア海軍の揚陸艦、オルスクが爆発し、激しく、火と煙を吹き上げる動画が公開されたが、翌日、これを、ウクライナ側は、サラトフだったと、訂正する一幕もあった。ここでは、同時に、2隻のロシア海軍艦艇の破壊にも成功したと、ウクライナ側は主張しているが、個別の艦名はともかくとしても、いずれにせよ、攻撃に成功したことは事実のようで、ロシア側からのこの件への反論は、今のところなさそうだ。こうした状況を鑑みれば、揚陸艦という、大型の軍事目標に対し、劣勢なウクライナ軍が、何らかの戦果を上げたことは、間違いがなく、これが事実無根であれば、ロシア側が、それを示す証拠を喧伝するに違いないが、それを行ってはいない。しかし、兵力面、装備面、ともに、ロシア軍に対して、劣勢なウクライナ軍は、すべての手の内を明かすわけにはいかず、この戦争が、無事終結を迎えて、正確な両軍の被害状況が判明しない限り、なかなか、個々の戦果ははっきりとはしないと思える。まあ無事に終了しても、ロシア側とウクライナ側の見解が全く一致しない状況もあり得るが、仮に、ウクライナ軍がロシア軍を撃退することとなれば、対戦車ミサイル FGM-148 ジャベリンや無人航空機のバイラクタル TB2 が大きく貢献したと評されるだろう。アメリカが、ウクライナに、2万機以上を供与したとされる FGM-148 ジャベリンは、ロシア軍の戦車や装甲車両を多数撃破しており、防御側の兵器としては、わずか2名の兵士で運用可能で、極めて高い有用性を示したと言える。また、バイラクタル TB には、すでに、2020年のナゴルノカラバフ紛争でも、アゼルバイジャン軍が、アルメニア軍への
効果的な攻撃を可能としたとして注目されており、今回のウクライナ戦争でも、さらに、その評価を高めたと感じられる。バイラクタル TV には、トルコのバイカルディフェンス社が開発した中型の無人航空機であるが、もともと、同国はアメリカから攻撃型の無人航空機の調達を計画していたものの、政治的な理由からそれが頓挫されてしまったため、同機を開発したとされる。その意味では、現在はこれだけ世界中から注目を浴び、その有用性を高く評価されているバイラクタル TV にだが、もともとこうした活用を想定して製造されたというよりは、予定していたアメリカ製の無人航空機が入手不可能となったゆえの代替品だったとも言える。バイラクタル TV には全長 6.5 メートル、翼は12メートルの機体を持ち、4箇所のハードポイントに最大で150キログラムまでの各種の兵装を喧嘩可能だが、こうした攻撃に用いる形よりも高い戦場での情報収集能力が最大の特徴との見方も多い。また、バイラクタル TV には、主翼と胴体とが一体となったブレンデッドウィングボディを採用し、胴体部分はカーボン繊維で形成されており、アメリカの無人航空機 MQ-9B リーパーより小型で、発見がされにくい機体だとも言われている。2020年のナゴルノカラバフ紛争で、バイラクタル TV には、一躍、その名を世界に知らしめたものの、攻撃用途の無人航空機としては、イスラエルの IAI 社製のハーピーハーピー NG、ハーピー2等の徘徊型自爆ドローンが中心だったと見られている。アゼルバイジャン軍は、こうした使い捨て型の徘徊型自爆ドローンとは別に、反復使用が可能で、情報収集能力に優れたバイラクタル TV にを、他の誘導兵器を使用する際の支援や、画像等の入手を含む、偵察任務に投入し、成果を上げた。しかし、多くの軍事専門家は、アゼルバイジャン軍が、バイラクタル TB2 を使用して上げた戦果は、防空能力が、総じて低かったアルメニア軍が相手だったことが、幸いしたと見ており、ウクライナ戦争では、同様の戦果の獲得は困難と予想する声が多かった。当然、ロシア軍も、同様の見方をしていたと思われ、海戦壁等には、多数の精密誘導兵器を使用して、ウクライナ側の防空能力を無効することを基とした攻撃を行い、制空権もしくは侵攻地域での航空優勢を確保する戦術を取ったと思われる。ただし、このロシア軍の初動の攻撃を、ウクライナ軍は何とか回避し、戦闘機や、バイラクタル TB2 等の無人航空機の無効化を防いだことで、今に至るまで、ロシア軍への有効な抵抗を続けられているのだと解釈する声が多いようだ。ウクライナ軍はナゴルノカラバフ紛争の前年にあたる2019年にバイラクタル TB2 を12機調達しており、今回の侵攻でプーチン大統領が、当初、その理由として、ロシア系住民の保護を唱えた、東部地域への任務に用いられ、有効性を認めたと言われている。このため、ウクライナ軍は、トルコのバイカルディフェンス社に、6機のバイラクタル TB2 を追加で発注して、2020年までに、その納入を受け、さらに追加発注、及び、ウクライナ国内での同機の製造を行う方針を打ち出していた。これが、ウクライナ戦争の開戦時までに、どれだけ実現されていたのかは、定かではないが、少なくとも18機プラスアルファであったことは間違いなく、一説には30機前後を保有、運用しているのではないかと見る向きが多い。ロシア側は、今回のウクライナ戦争において、バイラクタル TB2 を撃墜したとする主張も展開しているが、これまでのところ、それを証明する証拠等はなく、多くの同国初の情報と、同じく、
繊維工業のための虚偽の主張である可能性が高そうだ。ことの成否は別としても、いずれにせよ世界最強規模の陸軍戦力を有すると旧ソ連時代から引き続き警戒されてきたロシアだが、アメリカがイラク戦争等で見せたほどの一方的な戦力投射はできておらず、図らずもメッキが剥がれた形ではある。